はい、今回はですね、東京オリンピックが終わりまして、菅首相がですね、開催国の責任は果たせたとおっしゃってたようなんですけども、実際にはですね、周りの方々どう感じられているのか、アンケートと一緒にですね、ちょっと紹介したいと思います。まずはですね、菅首相のコメントについてですね、毎日新聞の記事をもとに紹介します。菅首相は9日閉幕した東京オリンピックについて、様々な制約の下での大会となったが、開催国としての責任を果たして無事に終えることができたと思っていると述べた。国民の皆さんのご理解とご協力の賜物であり、心から感謝申し上げたいとも語った。長崎市内での記者会見で記者団の質問に答えた。首相は大会で取られた新型コロナウイルスの感染防止対策に関し、海外からは厳しすぎるとの声もあったが、日本だからできたと評価する声も聞かれていると強調。ようやく大会を招致した国としての責任を果たすことができたのかなと思っていると述べた。また史上最多のメダルを獲得した日本選手団については大活躍だったと思う。念願のメダルに手が届いた人もそうでなかった人も、たくさんの選手から感動をもらったと語り、素晴らしい大会になったと総括したっていうのでですね、まあ、まずはですね、選手の皆さんはお疲れ様でしたと。はい。で、菅首相のお話になりますけども、あくまでですね、菅首相は責任を果たしたと思っているようなんですけども、どうなんでしょうかね。これとりあえず開催して全試合こなすことができれば責任を果たしたことになるってですね、なんか思っているのであれば、かなりハードルがですね、低い気もするんですけども、現場ではですね、実際にはボランティアにこう仕事を丸投げして、仕事のプレッシャーに押しつぶされたボランティアがですね、車で人身事故を起こして怪我人まで出す事態になったりですとか、で、そのボランティアなんてですね、当て逃げしてるんですよね。怪我人が出てるのに逃げて、人身事故を起こしておいて逃げてしまってるんですよね。これも犯罪ですよね。犯罪を犯して逃げてるんですよね。で、競技場、国立競技場ではですね、男性スタッフが女性アルバイトを襲って逮捕されたりですとか、北海道ではですね、ホテルのスタッフを海外選手がですね、襲って逮捕されたりですとか、あとは六本木で薬の所持で五輪関係者逮捕されたりですとか、まあ、逮捕者もですね、もう山ほど出てるんですよね。まあ、コロナ対策についてもですね、バブルだから大丈夫って言ってですね、まあそう言っておきながらですね、全然バブルになってなくって、プレイブックをですね、破る選手、関係者がですね、後を絶たなかったりしましたよね。プレイブック違反に関してはですね、外出禁止ということは当たり前に破られていましたよね。まあ、ボランティアかスタッフか分かりませんけども、まあ、本来外出してはいけないのに、これ最後とかですね、もうお土産買いに選手関係者をですね、車で案内してるボランティア、まあボランティアなのかスタッフなのか分からないですけど、そういった人までいたんですよね。で、それからハンガリーなど複数の国の選手が緊急事態宣言中の六本木のバーで試合後に飲酒して大騒ぎしてたりしていたことも分かっています。これ本当に責任果たしてるんですかね？果たしてないと思いますけどね。日本人から見るとこれ責任果たしてないと思うんですけどね。まあ、日本に住んでる、もうずっと自粛求められてる人からしたらですね、こんなんで責任果たしたと言うなと、まあ、納得はいかないと思いますけどね。まあ、素晴らしいどころか問題だらけ、矛盾だらけの五輪だって気がしますけどね。はい。で、実際にですね、ヤフーで今回の東京オリンピックについて成功したと思うか、それとも失敗したと思うか、アンケートを取っていますので紹介します。で、こちらですね、すでに結果が見えてしまっていますけども、60.4% の方がですね、失敗したと思うと。まあ、半数以上ですよね。もう半数以上の人が失敗だと思うというふうに回答していますね。で、それから、成功したと思うと回答した人はですね、33.8% と少数派という形になってしまっていますと。まあ、その他は 5.8% まだわからないですと。まあ、まだまだデルタ株の影響でコロナの新規感染者数毎日こう増えてる状況ですけども、このままですね、コロナの新規感染者数が増えれば増えるほど、やっぱり失敗だったんじゃないかっていうふうに思う人もですね、やっぱ増えてしまうんじゃないかなと思いますね。まあ、五輪開催してるときはやっぱり試合を見てそういったところで興奮したり感動したりっていうので、いや成功したねって思うかもしれないですけども、実際終わってじゃあコロナでどうなってるのか、これ増えたらですね、やっぱ五輪のせいじゃないかっていうようなことをですね、言い始める人絶対出てくるので、まあそういう意味ではですね、失敗したと思うっていう人がですね、今後まだ増えるんじゃないかなとは思ってますね。
まあ、まだこの実施期間がですね終わってないので、ようやく今日始められたばかりですね。動画撮影日8月9日ですけども、8月9日に始まったばかりですので、まあ、ちょっと結果はですね今後また変わる可能性はありますと。まあ、バブルバブルって言ってですね、全然バブルになってなかったですし、国立競技場ですとかその他の競技場の周辺にもですね、まあ、かなり密になってるシーン多々ありましたからね。まあオリンピックでですね、気の緩みとかそういったもので外出する人も今後また増えてくるでしょうしね、まあ、今後かなりコロナの影響っていうのが出てくるんじゃないかなというふうに思ってますね。はい。で続いてはですね、こちらはですね東京オリンピックの閉会式について満足度をですね10点満点でアンケートを取った結果になります。もうですねこれ圧倒的に0点が多いんですよね。一番下が0点なんですけども、0点がですね 39.8% と、もう 40% 近くですね0点なんですよね。もうどうなってんだこの閉会式はって思ってる人がほとんどってことですよね。でそれから1点もですね 10.5% となってまして、これ0点と1点足したらですねもう 50% 半数を占めるんですよね。半数以上の人がもうこれ失敗だったと思ってるってことですよね。だってこれもう満足度1点じゃないですか。1点ももうほぼもう失敗でしょって思ってるってことで、満足度ないってことですもんね。まあ、評価ほんと低すぎるんですよね。で一方ですね、10点満点、満点つけられている人は 15.5% と、本当に少しなんですよね。たった 15% と、本当少ないんですよね。まあ、かといって9点とか8点の人がいるかって言われると、まあ、9点、8点の人も本当少ないと。まあ、かなり評価が低いんですけども、まあ、近年稀に見る最悪な閉会式だったんじゃないですかね。まあ、こういうところからですね、やっぱり見ている人はどう思ってるのかっていうのがですね、よくわかりますけども、こういうところにですね、菅首相は全く気づいてないんですよね。まあ、鈍感力だけは本当に素晴らしいんですよね。はい。鈍感力が高いのはですね、菅首相だけではなくて、バッハ会長も同じですね。こちらはですね、共同通信の記事になります。で、閉会式の前の記事になりますね。はい。国際オリンピック委員会 IOC のバッハ会長が6日、東京都内で記者会見し、新型コロナの感染拡大が続く中で開催された大会は成功を収めたとの見解を示した。8日の閉幕を前に大会を総括し、世界中の何十億もの人がこの大会の成功を素晴らしい希望のメッセージだと捉えていると述べた。無観客開催でも選手が魂を吹き込んだとし、日本選手の力強いパフォーマンスも成功に貢献したと続けた。日本国民の9割がテレビなどで五輪を見たとのデータを根拠に、日本人が五輪を支持し受け入れていると結論付けられる。これは感触ではなく事実だと指摘したというのでですね、まあ、選手がいいパフォーマンスを出したことについてはですね、まあ、事実だとは思います。まあ、選手の皆さん頑張られてましたからね。まあ、オリンピックの前にでもですね、ずっと練習4年間、5年間、まあ、それよりも前にずっと練習してるわけで、まあ、いいパフォーマンスは出してくれたんじゃないかなという感じですよね。まあ、感動されてる人も多かったですしね。まあ、でもですね、この日本国民の9割がテレビなどで五輪を見たというようなデータっていうのは、ちょっと都合のいいデータを抽出しすぎじゃないかなと思います。テレビをつけてですね、一瞬でもオリンピックの試合が映ってるチャンネルをつけてしまった人っていうのも多分カウントされてますよね、これ。それは見たと言っちゃいけないと思うんですけどね。まあ、テレビない人だっているじゃないですか。今、2人以上の世帯だと 96% の世帯でテレビを所有していて、だから 4% は所有してないんですよね。で、1人世帯だと 88% の世帯でテレビを所有していて、まあ、12% の方はですね、テレビ所有してないんですよね。で、テレビ持ってる人がですね、これ全員オリンピック見ないと 90% ぐらいにならないんじゃないかなと思うんですよね。若い世代なんて特にオリンピック見ない人多いでしょうし、まあ、スポーツやってる子供であれば自分がやってるスポーツ、まあ、野球、サッカーとか見る可能性ありますけども、そもそもスポーツに興味ない人だって多いですからね、スポーツクラブに入ってない中学生、小学生っていうのはさすがに見ないんじゃないかなと思いますけども、このさすがに9割、日本国民の9割は嘘じゃないかなと思いますよね。まあ、ひろゆき的に言うとですね、それはあなたの感想ですよね。なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですかっていうような感じでですね、言いたくなってしまいますよね。まあ、僕が生きている中で一番ぐらい開催者とですね、国民とのギャップっていうのがですね、ひどすぎるオリンピックだったんじゃないかなというふうに感じてますね。はい。
皆さんはですね、今回の事件についてどのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でどしどしコメントいただけると嬉しいです。それからですね、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もお願いします。それからツイッター、インスタグラムもやってますので、こちらもですね、もしよろしければフォローの方お願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。